皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのベイくんです。よろしくお願いいたします。さあ今日もですね、ヴィランズからの挑戦状遊んでいくんですけども、こちらをご覧ください。ドドン、ボスまでやってきております。それぞれのドアの一応ね、ボスまでやってきてるんですけども、こちらもね、あの動画にしたいと思ってたので、とりあえず一度も挑戦しずに置いております。でこれがね、かなり面白いらしいんですよ。チャレンジしようかな。女王が出すミッションをたくさんクリアしよう。1ゲーム最大30問。コメントに教えてもらった感じですね。どんどんプレイ中にミッションをね出してくるようなんですけども、ちょっとねそれがかなり面白いということで、早速やってみたいと思います。ちょっとねこの動画で勝てるかは分かんないんですが、1万ヒットポイントですね、これ減らすことできるかは分かんないんですけども、とりあえず行ってみます。このね、本当になんか、聞いた限りでもかなり面白そうな。あ、なるほどね。ゴチェーンをやれってことで、ね。はいはい、じゃあこれで OK。で、次出てくる。あ、そういうことね。OK、OK、OK。コインを稼げ、OK、稼いだ。次は？あ、次チェーンね、OK。めっちゃ楽しい。ほんで、曲聴いて。あ、チェーンはこれ意味ない。ほんでね、下らへんから下、こう右、で真ん中。ほんで、最後振ってきてから上をすると結構消せますよっていうのを教えてもらいました。ゴチェーン OK。次は何？コインやね。これ大丈夫。これマジ楽しい。これこっちへんか？じゃあこうやな。あ、待って待って。ちょ。よしよし、OK。次は、あ、これは積む消せばいいってことね。OK。あ、で、次。これめっちゃ面白い。あ、チェーンじゃない。これチェーンじゃないから、4チェーン。これで OK。あ、待って待って。これで4チェーン OK。よしよしよし。うんで、次、コンボやから、適当にやってたらいけるから、OK いけた。次は、はいはいはい。チェーン8。8やから、ちょっとこれ、あれ、白雪姫貯めましょう。白雪姫貯めて、もう一匹どうしね。これはいけない。あ、よしよし、OK。チェーンいった。はい、次のやり。楽しい。これマジ楽しいです、皆さん。これ言わ、ほんまにええわ。なるほどね。みんな、あ、しまった。ゴチェーンやろ。ゴチェーンやから、ちょっとこれ辺、ちょっと消して。んで、緑行こうかな。アーロですね。あ、これいけるね。オッケー。次。はい、次。12個消せばいい。毎つも12個消せばいいってことかな、これは。毎つも12個消せばいいから、とりあえず消しましょう。はい、はい、はい。これ、マジ面白い。てか60秒じゃない？なんかめっちゃ長い気がするね。でも待った方がいいよって言われました。待った方がいいよって言ってくれたんで、私は待ちました。はい、もう一回 TVer 行きましょう。はいはいはい。次はチェーン。7か。7は難しいな。これいけるね。OK、7。はいはい。次は8。これ難しい。さすがに。めっちゃおもろい。これはすごい。なんか本当にね、みんなコメントでこれ面白いですよって言ってくれてたんですけど、いいよ。んで、やっぱり、白雪姫で行ってるから、ボーナスは結構つくんかな。おお、16ミッション行ったから、なるほど、キャラクターボーナスプラス50で 150×16、2400ポイント行ったってことか。これいいね。ってことは、チェーンもできるっていう、チェーンが結構肝になるかもしれないですね。ボム系が出てこなかったよね。ちょっと待って、ボム系が出てこなかったから、あ、やっぱあれじゃないの。チェーンがとにかくしやすいといえば、これ、ラプンツェル、どう？チェーンもできるし、で、まあ、ボムの、一応、ボムが来た時用で、ボムのなんていうか、こう、対策もできるしね。これ行ってみましょう。でも結局、白雪姫がいいかな。さっきの、ポイントボーナスが強いよね。チェーン、だから結局、でもこれでいけるよね。マレフィセントドラゴンとかが対戦相手やとかなり難しいんかな。あ、全然消せない。やばいやばいよ。OK、次は。はい、コンボ。次、チェーン。チェーン大丈夫。次、チェーン大丈夫。で、これ次はな、次なんですね。コンボスやった。これね、くーってこれ25。これいいよね、やっぱこのスキル。で、次、毎つも7個くらい消せから、これ。毎つも7個かな。毎つも消したい、毎つも消したい、毎つも消したい時に消せないのがこのゲームの、心理。OK、次ね。チェーン。あ、これ、だ、これ使いましょう。全然余裕やけど、これ使いましょう。イェーイ、25。OK。次は自分の粒7個消せって言ったら OK 消した。次はコンボ数なんで、オラーってやって、やい、2、3、4。OK。次、毎つもね。これめっちゃほんま楽しいわ。常設してほしいぐらいのレベルやね、これ。なんか、1日1回でもいいから、なんかその、ね、チャレンジミッションってあるじゃないですか。今なんか訳分からんことしてた。ごめんなさい。今なんか連打してしまいました。はい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 。やばい。次、マジカルボム。あ、マジカルボム1個消さえばいいの。ってことは、7消したらいいねんけど、あ、これを、OK! これで OK! で、これボム消して、はい、次何
スキル1回。あ、今ちょうど使ったとこなんですよ。そっかそっか、そういうタイミングを見計らっていかなかなか。もう一回消したい。くぅーこれはマジで面白い。ごめん、ちょっと面白いとかしか言ってないけど、すげえ好き。ちょ、マジ常設してこのイベント。最高やわ。さあ、あと6200。でも、多分白雪姫使ったらクリアできると思うんですけど、ちょっといろんなツール使っていきましょうか、どうせやったらね。そっちの方が楽しいと思うので、あとね、マレフィセント使ってくださいっていうのあったから、ちょっとマレフィセント使ってみましょうか。マレフィセントでうまいことできるかわからんけど、よし、ちょっと使ってみましょう。久しぶりに。これマレフィセントドラゴンの方が、やっぱね、ちょっといろいろ調べた感じ、ドラゴンはもうほんと上位互換と言ってもいいぐらいの強さみたいなんですけども、まあでもやっぱスキルレベルをね、上げないと、やっぱ難しいと思うので、これコンボスよね。オッケー、コンボス。で、次はコイン。オッケー、コイン大丈夫。はい、次はあ、これツム消しちゃいけ、オッケー。いや、楽しいよ。これはマレフィセントいっぱい消そうとおっしゃっている。マレフィセント消します。マレフィセントが、あんまり出てこない。マレフィセントがあんまり出てこない。オッケー、これでいったかな。オッケー、で、これ溜まるんですけど。で、次何チェーンね、オッケー。じゃあ、とりあえず、マルシェント使って、ゴー、ゴーってして、ゴーってして、で、もう一回ぐらい、使えなかった。うん、ほい、ほい、ほい。これコインやから大丈夫。次。え、チェーン大丈夫。はい、次。マジカルボムを一個消したら大丈夫。はい、次は、いつも消したら大丈夫。これでオッケーね。ほんで、次は、はい。楽しい。次、スキル一回。やばい、スキルはまずい。結構ね、マルシェント重いから、今使ったとこやから、結構時間かかるぞ。そうやね、ま、スキルも軽いやつの方がいいかもしれんってことか。よし、これで OK。これで OK。ほんで、ボーンってして、待って、ボーン。あ、もう一回ぐらい使いたかったけど。はい、次ない。マレフィセントを消せって言ってる。マレフィセント消そうって言ってるよね。多分 OK。消した。次は。はい、スキル使いはまずい。ちょっと待って、それは勘弁してくれ。俺は、難しいよ。はい。マレフィセントさん、出てきてください。はい、OK。はい、で、消す。これ、いったやろ。またか。オッケー、スキル使おう。オッケー、スキル使う。これで溜まる。ボーンってして。やばい。ボーンってして。待って。で、フィーバーしてからの次何？マルフィセント消せか。マルフィセント7個消さなかった。無理。楽しいね。毎回これしか言ってないけど。これほんまにええわ。これマジでいいわ。オッケー、これもクリアして。お、19個もいったんや。これ今までで1枚いったんじゃない ?19 ってね。よし、じゃあ、ちょっと、今回無理そうなんで、多分勝つのね。今何分くらいやってます？あ、でもあんまりやってないね。今、でもこいつ倒そう。こいつ倒しましょう。そう、他のもね、ちょっと見てみたかったんですけど、こいつを倒したいんで、一回余裕持たすために、ちょっと白雪行きましょう。ちょっと白雪で一回余裕持たすために行きましょう。ポン！いや、これ、ええわ。どうしよう。なんかね、もっとね、喋るべきこといっぱいあるかもしれんけど、普通に楽しくて、これ。やってまうよね。だから他の、やっぱマレフィセントさっきも言ったけど、やばい。ちょっと待って。全然喋ったらあかんかもしれん。マレフィセントドラゴンとかのステージは、どんなんが出てくるんですかね。チェーン16とかを白とか普通に言ってくるのかな。それやったら俺すげえ泣きそうなんやけど。オッケー、これ、マイツも消せて、これね、下ら辺からね、どんどん消していくと。で、待った方がやっぱりいいみたいなんで待ちましょう。で、チェーンせなあかんから、これかな、これでオッケーな。オッケー、チェーンオッケー。で、スピード溜まった。あ、チェーンか、もったいないな。これ、だからこれ、あ、もちろん、これでオッケーだ。よし。次。次はオッケー、マイツもね、マイツも消したらオッケー。よいしょ。オッケー、次はつぶ消したら OK ね。OK、これ OK。で、次はチェーン OK。はい。で、次、マイツもね、はい、トン。これ、下ら辺から消していくといいよって教えてもらいました。ありがとう。んで、こうして、テイってして、はい、次は、コインね。じゃあ、これで OK やろ。OK。で、次は、はい、コンボ数なんで、適当に消していったら多分いけるねんけど、これ、やばくね？やばくね？これ。あ、これ、やばい。この程度のコンボで切れるなんて悔しいな。オッケー。あ、これコンボになるから、これ勝ちやろ。これ勝ちです。安定の勝利。オッケー。はい、次は、はい。チェーンとか来てほしい。チェーンが楽しい。オッケー、これで、次はこれでオッケーね。で、次は、オッケー。次、7チェーンか、しまった。これ寄せるべきじゃなかった。
これは意味ない。これ、てってれー。あ、あれがある。タイムボムがあるから、7チェーンは、赤が来てほしい。赤が来てほしい。赤が来てほしい。赤、赤。おっし、オッケー、これでオッケー。よし、で、タイムボム消してからの、はい、次なり。はい、スキル使っていく、スキル使っていく。トントン。で、ちょっと待ってから上。オッケー。楽しすぎる。結構頑張った気がするけど、どうでしたっけ、どうでしたっけ。これなんかもう、オッケー、次、これあれな、オッケーとか言ってないけど、どうすか、どうすか、このスタイル。このスタイルどうすかね。本気で私今楽しんでます。さあ。よしよし。150×17。ちょっと俺計算できんけど結構いったよ、これ。まだ、あ、2500。これもう一回白雪姫じゃないときついよね。もう一回白雪姫じゃないときつい。でも、他のも使いたいから、ね、どうせやったら、他のもお見せしたいから、で、あと1分待たんのわかんので、ちょっと私1分間の間に考えておきます。1分間の間に考えておきまーす。スチャン、絶対に勝ちたかったんで、一番使いやすい野獣で活かしていただきます。すいません。さあ、行きましょう。で、野獣はね、スキルも、かなり軽いし、で、いっぱい消してくれるし、これでいけると思うんやけど、どうでしょうかね。これでいけんかったらすげえ悔しいねんけど、さ、コインが全然貯めれないから、ちょっとロングチェーン意識せなあかんな。オッケー、ロングチェーン意識して、次はコンボスね、大丈夫。コンボスは適当に消してけど、オッケー。次、次。よし、これはだから大丈夫。次、ね、全然ね、野獣が来ないですよ。野獣が来なくて困ってる。オッケーオッケー。これでボッケー。これでボッケーとか言っても、全然喋れへんけど。はいはい、次はコイン大丈夫。はいはい、チェーンね、チェーン5で、これでオッケー。はい、次は次チェーンオッケー。次ははい、チェーン5ね。次チェーン5。次チェーン5なんで、これでいけるね。よーし、オッケー。で、次は一体なんでしょう。チェーンラッキー。次チェーン。チェーン、待って、チェーンがないね、チェーンがないね。これ5じゃないね。やばい、やばい、こんなところで止まってる場合じゃない。こんなところで止まってる場合じゃないぞ。まずいよ。はいはいはい、これいけるね。オッケー、次は、はいはいはい。コインね、コインやったら多分これ大丈夫。次。これ、ツム消せって言ってる。ツム消した。大丈夫。で、次、スキル。あ、スキル来てほしかったな。次、スキル来てほしかったけど、コンボなんで、とりあえず適当に消していきましょう。次、適当に。オッケー、次は、コインなんで、はいはいはい、こうして。やばい、おっと、また集中して、また集中して、やばいね。これ遅いね。これで一気にコイン、あ、稼いで、これで一気にコイン稼いで。はいはい、次はチェーンね、オッケー、これで大丈夫。え、ちょっと待って、8チェーンとか言ってない ?8 はまずいね。これ、繋がってないな。待って、これ一回回転させて。やばい、全然繋がらん。待って、これはまずい。なんで繋がらへんかな。あれ、繋がってそうやったのに、右上。これ、クリアできてないちゃうかな。どうやろう。いやマジか。白雪使ってよかった、素直に。くっそー。というわけで、ちょっと待って、これあと15分もって待たなあかんで、あと俺ないから、ちょっとでも悔しいから、ちょっと待ちましょう。やってまいりました。というわけでね、ヨーダも使ってほしいっていうコメントがあったんで、まあさすがにこれクリアできると思うので、ヨーダで行ってみようと思います。ちなみに能力はです、8分みたいな感じですね。時間停止中につなげたつもがワンチェーンになるよという感じでございます。行ってみましょう。さあ、楽しみでございますよ。さあ、スキルを使えっていうのが連発できたらやばいよね。これめっちゃ重いもんね、ヨーダも。オッケー、これは大丈夫。これ適当に消してたらオッケー。はい、次。チェーンオッケー、大丈夫。はい、次コンボなんで消してたら大丈夫。オッケー、次。チェーン待って、5チェーンか。待って。じゃあ、今、上、しまったな。上いけたよね。あ、これいけるね。よーし、オッケー。次。コインね。オッケー。てか、ヨーダ、まだ俺1回も使ってないだよ。良いってわからん。ヨーダ、コーダ。え、何やったっけ。コーザ、ワンピース。チェーンオッケー。はいはいはい。んで、コンボだからこれオッケー。次。はい、次、チェーンなんで、5チェーンね。これ、だから、ヨーダめっちゃ有利ってことかな。よっしゃ、ヨーダで終わりますよ、これ。いけ、ヨーダ。これ、これも、だから、やっぱり、ヨーダは計算方がいいってことなんですかね。ドーン、25、いいね。あれ、チェーンになってない。なるほど、ヨーダは判定されへんのか。え、せこない、それ。それ、意外やったね。ヨーダのええとこない。でも、確かになんか、チェーン系は、ヨーダとか使えませんよ、みたいなこと言ってくれてた気がするな。コンボね。オッケーオッケー。じゃあ適当に消していきましょう。まずい。オッケー。オッケー。次。ヨーダをいっぱい消せ。ヨーダ消します。これでオッケーかな。ヨーダ消えた。次。これいっぱい消したらオッケー。よし、オッケー。次。
コイン、コイン、じゃあヨーダでコイン稼ぎましょう。ヨーダコイン稼ぎましょう。ヨーダででもコイン稼ぎたいから、待て待て、ちょっとあかんな、これ。グイーンって言って、まあ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 、22。ちょっと少なかったけど、まあまあまあ、許してくださいよ。はいはい。で、次は何ですか？これコンボなんで、これでコンボ稼いでいく。はい、次は次は？時間かかんない。コイン、はい。これいったやろ。いや、いったやろってか絶対いったよね。多分4個ぐらいクリアしたら OK やったはずなんで。点数が低かったけど、OK！ 15個クリアしております。痛そう痛そう。ピヨピヨピヨ言って、1500ポイントで多分1万円もらえんのしかも。いいね。で、クリア、新しいマスが出現しました。そう、これもね、教えてもらったんですけども、こいつを倒したら、また出てきて、で、黄色い宝箱とかが出てくるようですね。次何？ 25 チェーン。だからこれヨーダか、もしくはさっきの使ってたんで、マレフィセントも多分余裕でいけると思いますので、スキルチケットね、目指していきましょう。で、これ結構ね、こっからが多分難しいのかな。40チェーンやったかな、なんかそんなもあるっていうのをちょっと聞いてるんですけど、40チェーンやる場合は多分、サリー、一番有力なんね、が多分教えてもらったんですけど、サリーかな。これでとりあえずサリーで、画面をサリーだらけにして、チェーンをつなげて40を作るといいかもしれないという感じですね。ありがとうございます。いや、いや、マジで楽しい。これね、常設してくらい欲しいぐらいのイベントでございますね。で、またね、スキルチケット、ゲット、3つゲットして、で、まあ、報告になるかな？クリアしたらまた報告か、もしくは次の、ガチャのイベントとかで皆さんに報告できたらいいかと思いますので、そちらの動画もご期待ください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。リンクを下の概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。最後に飲み物を紹介いたしましょう。あ、曲こっちでしょうかな。今日こっちで行きましょうか。まあ、白雪姫が頑張ってくれたんで、白雪姫セットして、最後飲み物紹介して終わりましょう。久しぶりですね。やはりこれは最強の飲み物でございます。ドドン白のひととき。あ、パッケージが新しくになって、これパッケージとか新しくなるとね、新商品扱いになってね、またね、その、なんていうの、まあ、内部的な話したら、こう、上位に来るわけなんですよね。発注者の、なんか端末には。なんでそういうので、よくね、新商品みたいな感じでパッケージ変えて、新しくしたりするという感じでございます。間違ってたらごめんなさい。適当なこと言ったかもしれません。白のひとときでございます。本当に美味しいです、これ。まろやかなんですよ。で、コンビニとかに売ってて、コーヒー苦手な人も全然ね、多分飲めると思うし、すごいね、本当にひとときつける、まさにこのね、タイトル通りの飲み物なんでね、超絶おすすめいたします。こんな感じで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。コロリンクゲームズのベイコンでした。そして相方のスグでございました。次回もお楽しみに。バイバーイ。